回夏に行こうって思ったんです。それも江ノ島に行こうと思って、うん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 、セカンドアルバム脈打つ感情をリリースした日向坂46さんが遊びに来てくれました。以心伝心ゲームで心を一つにすることはできるのか。以心伝心してる。あ、一緒。ダムチャンネルをご覧の皆さん、私たち日向坂46です。2023年中にチャレンジしたいことを教えてください。私は、うん、一人旅をするって今年の1月に決めたんですけど、うん、あれけど残りあと1ヶ月だ大丈夫。でも一回夏に行こうって思ったんです。それも江ノ島に行こうと思って行ったんですけど、乗り換えの駅で降りちゃいました。嘘、外に出て帰り帰るだけじゃん。乗り換えるだけでたどり着けなかったです、それを U ターンしちゃったってこと。 U ターンしちゃいました。どうしても家に帰りたくなっちゃった。わかるでもその気持ち。でもよくさ一人旅してるじゃん。一人旅マスターと申します。自己紹介。U ターンしないコツとか。U ターンしないコツ。やっぱそうです。宿をもう取っちゃう。確かに。確かに。U ターン行かなくてはいけない。U ターンできない距離までもう一人旅に行っちゃうぐらいの。なるほど。確かに。じゃあちょっと冬挑戦します。そうだね。はい、メンバーのすごいと思う一面を教えてください。あ、手を挙げた、はい、挙手。みんぱんさん、くみちゃん、びっくりした。振り返ったらこうやっていきなりキャプテンくみちゃんなんですけど、あのくみはキャプテンなので MC をねよく担当してくれるんですけど、うんうん、やっぱ MC っていろんなところにあるのに、毎回もう当たり前のようにこなしちゃうこの、このかっこよさが大好きです。素晴らしい。うちのキャプテンです。佐々木久美です。キラ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 。でも私はそんなみーぱんが回す時の MC が大好きですけどね。大回し、はい、すごいです。本当に良かったですよね。すごかった。大合唱を一回したんですけど、コーラスね、コーラスで、ね、ハーモニー初めてですよね。初めてやった。会場全体がもうハーモニーが奏でて、そうそうそう、みんなでハモったんですよ。お日様に別れてもらって、うん、ハモったんですけど初めてやってみました、うん、良かったですね。成功して、ね、本当に上手でしたという思い出もありました。成功して号泣しましたまさかな、私がやらせたのにできたから号泣しちゃってすごいおかしい人みたいになっちゃったんですけど、でももうそれぐらい号泣するぐらい感動、うん、みんな上手で感動しちゃいました、うんうん、セカンドアルバムについて教えてください。ライブを体感できるようなアルバムになっているかなと思ってまして、曲順も日向坂のライブのセットリストっぽく組まれていたり、ボーナストラックでライブ音源が入っていたり、特典映像が今本当に最新のライブです、サッピートレインツアー2023っていうのが入っていたり、すごくライブを体感していただけるんじゃないかなっていうアルバムになってますね、はい、このツアーで小坂が煽りをしてるんですよ。確かに曲振り煽りみたいな。確かにそれが私すっごい好きです。確かに珍しいかも、ね、うん、あんまりイメージないかもしれないんですけど、うんうん、そうですね、めちゃくちゃもう湧くんですよ、うん、もうこれからもずっとやってほしいぐらい、ね、テンション上がります。お願いします。日向坂メンバーの変わり者を聞いちゃいました。私上村ひなのちゃんは、はい、なんか常に不思議だなって感じます。え、常にですか。多分一番不思議だったのは、はい、お弁当の置いてある前で寝てたこと。自分の席で寝たらいいのにお弁当の前に行って選ぶのかなと思いきや、謎にそこで座り込んで寝るっていう、なんかお弁当に見せびらかしてるのかなっていう。本当に寝たかったんでしょうね、お弁当の前で。お
弁当に見守られながら寝たかったんだと思う。幸せよね、まあはい、そんな経験ないもんねお弁当が何十個も並ぶって人生でそうないもんね。そうですね、やっぱり人生ね一回きりなのでいろんな経験したいなと思いまして、はい、思いましたよかったですありのまま、はい、生きていきましょうみんなで続いてはこちらのコーナー、日向坂46の以心伝心ゲーム。出題されるお題に対して全員で心を一つにして回答を一致させる企画です。はい、はいはい、これはもう私たち家族よりも一緒にいるので、うん、余裕です。できる、余裕ですよ、できる。それでは佐々木久美さんの口癖を予想し当ててください。口癖ありますか久美さん？ちょっと見ないよ久美さんの口癖か。私は書きました。はい、これかな一斉にオープンします、はいはい、せーの、じゃん。お、え、お、一緒に練習してる。あ、一緒。私は久美さんは何ですか？とろろ。さっき言ってた同じ時間に一人だけ全然猫さんですね。そう、飼い猫の名前です。家での口癖かもしれない。そうかも。みんなでも私のキャプテンとしての口癖を、ね、あ、そっか、そっちか。キャプとろろとろろもうはちょっと書けなかったですね。でも2人あったのすごい、すごいワンポイント。ワンポイントです。ワンさんといえば、そうですね、はい、私たち日向坂46です。ゲストの最新情報をお届けするミュージックニュース。セカンドアルバムは私たち日向坂46のライブでとっても輝くような曲がたくさん入っております、うんうん、特にリード曲のゼロから、うん、君はゼロから1になれという曲は、はい、佐々木久美さんセンターのとってもかっこいいセンター曲見れると思います、うん、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。お願いします。日向坂46さんの今歌いたい曲は？今歌いたい曲はオレンジレンジさんの以心伝心です。もうみんなと以心伝心ゲームをして、はい、もっと以心伝心したいと思ってこの曲が歌いたくなりました。せーの、ダムチャンネル。ゼロから1、はい、カラオケダムでは新曲の振り付けをレクチャー。君がゼロから1になる。ゼロ1チョン。豪華アーティストがゲストに登場。グッドボタン、チャンネル登録をお願いします。